さん、明日は試作配信でございます。そう、今日やってる部もありますよね。そう、デザートは明日あります。ぜひ見てください。でもここがね、荒れたの。あれ、そう、今肌荒れしてるの、ここ悲しい。そう、今ちょうどして、あ、そう、昨日ぐらいから、あ、嘘、一昨日ぐらいからあ、嘘って、そう、一昨日か昨日かどっちかぐらいからしてて、あ、一昨日かも。そう、最近ここしがち、なんでだろうなんでだろうって。そうなの、悲しい。でもちょっと気合で明日までに、配信までに直したいと思います。やっぱりシフォンケーキってきてる。わかんない、あゆも何でやるんだろうわかんないけど、でもシフォンケーキとかありそうじゃない。なんかいろいろありそうじゃない、ある程度のものは。この間さ話したもの、例えばあゆが出したさ、そう、あやなさんが出したシフォンケーキもそうだし、せいちゃんが言ったパフェもそうだし、あゆが出したカステラバームクーヘンとか、あと皆さんからいただいたさどら焼きとかさ、なんかね、いろいろありそう。大福とかさ、わかんない、ないかもしれないけどあゆちょっとあゆでも何が置いてあるかまだわかん、行ってみないとかもしれないからわかんないんだけど、あ、でも行った先であるもので、はい。あゆね、意外とね得意なんですよ、そういうの。でもなんか先輩いるところっていうか、一人じゃないからさ、そう、一人じゃないから、プラス先輩もいるから、そう、先輩の意見大事にしがちだから、そうそう、だからね、そう、なかなか言い出せはしないかもしれないけど、意外となんかはってなる時がある。そう、愛ちゃんあんこ食べれたっけ。あ、食べれんの食べれないのがあるんです。え、そうなの。だからもしかしたらた、そう、もし明日もしあんこがあったとすんじゃ、もしかしたら食べれるかもしれないし、苦手かもしれないし、でもきっと平気だと思う。試食でお腹、え、試食できるの？試作だからできるの？本当にできるやつ、あれ、わかんない。え、どういう感じだったんだろう。もう終わってる分あるのかな。え、できるの？どのチームも後輩そんな感じだった。あ、本当ですか？なんかやっぱりさ、なんだろうね、いや、先輩がそう、みんな優しいんだけどさ、そう、どの部もそうだ、どの部っていうかもね、 AKB の先輩はみんな優しいんだけどさ、なんて言うんだろうね、やっぱりさ、後輩からさ、え、こっち、え、こっちの方がって、もちろん言える子もいるけど、そう、言えない子ももちろんいるじゃないですか。あと言える場とかは、うん、とかあるからさね。そうだよね。でもみんなの、そう、でもさ、比較的デザートね、あやなさんとかせいちゃん、こないだ3人で配信した時、さいちゃんはどうっていっぱい振ってくれて嬉しかったです。そう、なかなかさ、え、あゆはっていけないいけないからさ、そう、なんかそうだからよかね、嬉しかったなって思いました。でもうちょいなんかさ、もうちょいなんか一緒にいっぱい活動していけばなれるかもしれないんだけど、あの、そう、前回はこの間が初っていうかさ、そう、本格的に活動するのが初だったからっていうのはあるかもしれないね。もうちょい回重ねれば言えそうだよね。でも楽屋とかでも、これどうなんだろうねみたいなのは話しました、デザート部、この間の時、3人の時、はい、たこ焼き部いっぱい食べてた。だって、え、何それ、え、いっぱい食べれんのかな。でもさ、デザートあゆいっぱい食べたらさ、油分でやられそうじゃない。
ちょっと気をつけて食べないと。でも多分食べちゃうんです。気をつけなきゃって思いながらいつも食べて、あ、やられたってなる。そうそう、あ、今日もやってしまったってなるんです。そう、なんならなんかもう果物とか置いてあったら食べて、そう、つまみ食いしちゃいそうもちろんしないけど、しないようにしないけどさ、 しちゃうかもしれない。もしかしたらね、サホさんとサホさんとしてるかもしれない。そう、もたれちゃうのよね。そう、でもああいうお友達の、そう、お友達のお家でね、そう、あのお茶会をした時にもう本当に美味しいんですよ。そう、もうご飯も含めデザートも、まあ、お茶会の時はまあ お茶会なのでスイーツじゃないですか。本当に美味しくて いつもいっぱい食べちゃうもういらんて、もう垂れてもいいって思っていっぱい食べちゃうそうそうなんですよ。楽しみ、食べれるの、楽しみじゃない、楽しみ、すごい楽しみ、ワクワクちょっとサホさんとね、いっぱい食べたいと思います。はい、でもさ、そう、なんかせいちゃんさ、明日の配信の後公演って言っててね、部長頑張ってくださいって思いました。そう、前回言ってたの、試作配信の日公演もあるんだよねって言ってた。そう、頑張ってくださいって話をしましたね。ご飯作った後に公演、すごいすごいあれだよね、スケジュール面白い。でも充実ね、充実感はありそう。応援してます、部長。はい、そんな感じで明日見てください。12時から14時をよろしくお願いします。はい、では今まだ明日の服決めてません。急いで決めます。小声子供のお弁当を作って仕事に行くママみたいな、せいちゃん確かに確かに。あゆはね、ちなみに日曜日に公演出ます。2回です。行けますかね、本当に。でも K のメンバーみんな言うんですけど、逆上がり公演の2回公演はきついっていう、みんな。次の日がなんか、当日の終わった後はもちろんさ、あ、やりきったみたいな感はあるけど、次の日ね動けないのよ。そう、ちなみに初日の時はなんなら3公演みたいなもんだったんですよ。そう、ゲネもあって、でその前1回通すじゃん、最初から、で本番ってなるじゃん。そう、3公演みたいなもんだったから、そう、初日、もう次の日ほんと動けなかった、一番動けなかった。そう、逆上がり公演の中で逆上がり公演、そう、今まであった逆上がり公演の中で初日の次の日が一番動けなかった。そう、今日も寸劇新しいの、あ、あ、そっか、そっかそっかそっか、前々回で、そ、前回でか、もう終わったのか、そっか、あ、どんな話でした？ちょっとまだね見れてなくて、どんな話なんだろう、今回どんな話でした？見た方いや、 LINE 見たら分かるんだけどさ、どんな話か流れは分かるんだけど、 DMM とか見たらわかるんだけど、ちょっと今聞きたい、どんな話なんだろう。あ、でもなんか聞いたな、
今度どんな話なんですかって聞いた。なんだっけなんだっけ、でも違うかもしれないからちょっと言わないでおこう、思い出せない。あとあのね、そうあゆがこの間出た時にそう聞いたの、強盗っぽいやつ。あ、え、じゃあ違うかもしれない。じゃあ違うかも、あゆが聞いたのって。あ、思い出した思い出したあ、じゃあ違う、あゆが聞いたのと違うや、違うやっていう違うや、違う、あゆが聞いたのと違う、違いました。よかった言わないで、危ない。よかった。まあでもあゆが聞いた時はまだ考えてるみたいな感じだったからなんだけど、危ない。この前の寸劇の戦隊のあゆちゃんの能力って何だったの、わかりません、なしそう、あゆはあのセリフそうないチームなので、汚れちまった担当なので、そうなしです。そう、あ、いや本当にもう本当覚えられない、覚えられるかもしれないんだけど、そのあのね、あのみんなみたいにうまく言えないので、あ、本当にそうあれなんです、ないなくて大丈夫なんですセリフなくて大丈夫なんです。そう、本当に言えなくて、そう、そうそうそう、本当にそう、岩掛けるの時は本当にいっぱい助けてもらってなんとかって感じだったので、そう、でもこの寸劇はないから、そういうのが教えていただく場がないので、そう、ダメです。愛がやったらもう、もう一瞬で崩れます愛が言ったらもう一瞬で崩れるので、そう、いいんです今の、そう、今のままが一番いい。そう、いや、みんなすごいってなってる状態のを見てていただきたい本当にそれです、もうそれにつきます。そう、本当にいらん、そう、ダメなんです、言っちゃいけない、言っちゃいけない人セリフあっちゃいけない人、そうなの。岩掛けるのが大変そうだけど、でも岩掛けるは本当にね、あのそう、オムさんが、そう、あのその当時あの舞台、ちょうどそうやってらっしゃった舞台を見てきなって言ってくださって、まずそこから始まり、もう本当にずっとね、あゆが一言セリフ言うたびにそうじゃないって、そうじゃないこういう感じでこう言うんだよって、もうすごい本当にあゆが一言喋るたび言ってくださったから、あそこまでなんとかなれた。あゆずっともうね、本当にずっとボソ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 言ってたもん、ずっと。どこにいて もう本当に岩掛けるのセリフだけをどうにかして、もう覚えなきゃもいけないし、覚えるのもそうだし、そう、あのみんなみたいにうまく言わなきゃいけないのもあったから、もうずっとボソ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 言ってたどこいてもボソ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 もうセリフを言ってたので、そう、そうなんだ、本当に一言喋るたび、そう、あ、そう、こう言った方がいいよってずっと言ってくれて、そうなんだなかなかないよね、そんなこと絶対ない、ない、もう多分絶対ないよね、演技ね、舞台の稽古場でのそんな光景、多分なかなかない光景をやってしまったそう、本当にそうなんですよ、やってしまったっていう、はい、そんな感じです。はい、そんな感じで
今日も皆さん見てくださってありがとうございました。ぜひ日曜日の公演も見てください。明日も見てください。はい、じゃあランキングを読みたいと思います。13位ゆきまるさんありがとうございます。12位ピカルンありがとうございます。11位かわすけさんありがとうございます。10位ひろぽん24さんありがとうございます。9位川崎さんありがとうございます。8位ひびきちゃんありがとうございます。7位人生方向音痴さんありがとうございます。6位ギャローさんありがとうございます。5位かあさんありがとうございます。4位カモンさんありがとうございます。3位チーフさんありがとうございます。2位ゆうすけくんありがとうございます。1位あーちゃんありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。またぜひ明日も見てください。またね、バイ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 。